わかりました。さあ、他に。さあ、当たってない子誰だ、今のところ当たってない子。じゃあ、マリちゃん行こうか。マリちゃん。マリちゃんが生まれ変わってやってみたいことなんでしょう。人面犬です。人面犬。人面犬？はい。人面犬なんでなりたいの？なんか、家で犬2匹飼ってるんですけど、うん、なんか、うん、その、なんか犬だと、うん、犬、あのなんか顔だけは、ま、人間でいいんですけど、顔は人間でいいかな、なんかあのもう犬として飼われたいんですよ。なるほど、ってことは、顔は人間で、まあ、胴体は犬の形がいいと。多分ね、誰も飼わない気持ち悪いさあ、なんで僕逆でね、懸命人間懸命人って言うのは懸命人って実際顔が犬で、顔犬で体はあなたあなたあなた気持ち悪いんですか、気深い犬みたいな気持ち悪いです鼻が出てるのに。でも今にしてみればいい男かもしれないんですけど、すごいね、その人面犬になりたいんだ。なんかちょっと昔当時人面犬ちょっと入った時期があったのね、うん、のまあ都市伝説噂で、うん、そしてあんのでいいの、顔はマリンちゃんで、うん、体はその例えばお家飼ってるの犬は何、犬はミックス犬なんで、まあ、小型な犬なの、小型な、じゃあこの室内犬みたいな体ついちゃってるんだ、なんか、うん、あのもう学校に行かないで家でちんたらちんたらグダ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 したい。じゃあ人面犬じゃなくてもいいよ大丈夫だよ、犬でいいじゃん。飼われてそのご主人様に可愛がってもらいながら、うん、お昼はお昼寝をして、うん、なんか好きな時間に寝てみたいなのがやりたい、うん、だから犬でいいんだよちょっとカメラに向かってワンワンって一回言ってもらいましょうかね、うん、お願いしますまあまあ。わかりました。ありがとうございます。さあ続いてどうですか。じゃあ、やってない子は。カエルちゃん。じゃあカエルちゃん行ってみよう。カエルちゃん。と私は生まれ変わったら、うん、とんでもない美人さんになりたいです。いや今でも十分美人でじゃあ。って言って今もらいたかったんでしょ。わあ今のもう完全に行っちゃったの、今の誘い水に乗っかっちゃった俺。ねえ。なんか可愛いよ十分。いやあのすごくなんか。日本離れしている顔立ちの方に憧れていて、うん、はっきりしている鼻立ちがはっきりしている、で例えば今のハーフの方、あの女性のタレントさんとか可愛かった方みたいな顔、鼻がすごい高い、うん、高い感じの、はい、天狗みたいな天狗が違いますなりたい、はい、いや今でも本当十分可愛いよ、ね、じゃあノリの顔とどっちがいい、自分の顔そうだ、今だから人面犬とかじゃないけども体はそのままでノリの顔になるのか今のままどっちがいい、どうすど今のままそうだね、それはそうね、今のままで十分ですね、わかりました。さあそして、こよいちゃん、こよいちゃんの生まれ変わりたいのは何ですか。傘になりたいなんでよ、ちょっとじゃあ、お時間いただいてよろしいですか。すいません、傘になりたい、なんか今日天気予報で雨降ってるって言って一応傘持っていくじゃないですか、うん、だけど歩いてて雨降んなくて、うん、こうぶん回さ子供とかこうぶん回してするじゃないですか、うん、だったりとしたりとか、うん、雨降ってる人は濡れたりとか、うん、どういう思いなのかなと思って、うん、なんでもう一生かけて傘になろう、私はちょっと傘やってもらいましょうか、ちょっとあのやりこちゃんさ鼻を下げてさちょっとバッて開いたってなるほどね、あとだから分かんない、もし折りたたみ傘なのかもしれないし、そんな形状までちょっと聞きません、どんな傘になりたいの。でっかい傘、でっかい傘だ、分かりました、じゃあやってもらえる、じゃあ鼻を下げてバッと開く、立ってた方がいいかもしれないね、はじめしぼんでくんのよしぼんではないよね、畳まれてるのね、はい、で、もし誰か押してあげる、鼻を下げて押して、はい、押すとバッと、またお茶と水全部入っちゃうからね、ただ先輩だから朝はこうです。あのモソもあるからね。お願いします。そう。いいですね。こうでしょ。見てる。こうやってこうモソ。これで傘ができる。あ、じゃあそれ言ってみよう。それ言ってみよう。もう一回。その前についてるビニールを一回パッてこの。いやいや、まだ新品じゃないです。もう新品じゃない。行きましょう。じゃあボタンを押して。ボタンを押してるのなんだかわかんないけどな。はい。そう。パッ。どう？あ、ちょっと命っぽくなっちゃってね。ちょっと大先輩のギャグに近くなっちゃってね。今どうだった？どうだった？やってみて。楽しかったです。夢叶っちゃった。夢叶っちゃった。聞いてどんどん夢を叶えていく。素晴らしい。いいごめんなさい。ありがとうございました。さあ、それでやってみましょうか。はい、まいなちゃん。まいなちゃんが生まれ変わりたいのは何でしょう？
強くてかっこいいラグビー選手の妹になりたいです。そうなんだ、ほら妹がいいんだ。ラグビー選手だと思ったら、あのラグビー選手だと怪我とかが痛くなるそうだね、確かに。嫌で、でも妹だったら女の子たちから、お兄ちゃんにこれチョコ渡してとかそういうの言われてみたいです。なるほどね、自分が食べちゃうはい、はい、あ、そうなんだ。ちなみに今、まいなちゃんお兄ちゃんはいるの、兄弟？いないです。なるほど、じゃあお兄ちゃんができて、お兄ちゃんがそのラグビー選手だったらいいんだと。はい、かわいいですね。僕惜しかったのアメフト選手だったからね、えお兄ちゃんになれたらよかったんだけど。でもアメフト選手でもエバートでしょ。うん、嫌ですよエバート。嫌ですか。お兄ちゃんエバートはチョコもらえないですよね。なんかイカバッもらえるにね。エバートはやっぱり芋のキャラなんだよ。違う違う違う、お前どう見てたと思ったなんだ。でもいいね、ラグビー選手の妹いいですね、可愛いですね。ラグビー選手の妹だったら多分夜間とか持ってるからやばい。それマネージャーマネージャーな、うん、それマネージャー。そうか、ただ発表会ブースだよ。でももしかしたらさ、まあそれだったらこれからほらもう少しお姉さんになった時にラグビー部があるの学校に入ってラグビー部のマネージャーになるぐらいだったら、まあ、ちょっと近いかもしれないね、うん、生まれ変わることもなく、はい、だから目的はチョコをもらうことだからだからそらチョコもらえるじゃん、うん、他人だとお兄ちゃんだったら、うん、食べるとかってでもらいやすいことだよね、うん、え、何チョコもらいたいだけ。そうだよ、まあチョコももらいたいです。チョコももらいたいから。チョコももらいたいですけど、あんまり関係ないだけで。でもね、ちょっと力強いお兄さんの妹でいたいなと。わ、はい、かりました、ありがとうございます。みんな、聞けたかな、大丈夫かな、はい、聞けました。まだ向こうにもしあるようだったらいいですよ、大丈夫、はい、大丈夫でしょ、わかりました。